7月21日土曜日から23日月曜日までの3日間、前橋町が友好都市提携15周年を迎えた北海道空知郡上富良野町を訪れました。津市と北海道上富良野町は平成9年7月30日に相互の交流と永続的な友好関係を促進することを目的に友好都市提携を結び、今年で15年目を迎えます。上富良野町は北海道のほぼ中央部に位置し、東に大雪山連峰十勝岳、南に夕張山系芦別岳を望む美しい自然環境に囲まれた富良野盆地の北に位置する人口およそ1万2000人の町です。上富良野町開拓の第一歩は明治30年阿能郡安東村、現在の農祖町出身の田中常次郎さんをはじめとする三重団体一行が草分地区へ移住したことに始まります。また大正15年の十勝岳噴火災害から復興を成し遂げた当時の村長が一心殿村、現在の一心殿町出身の吉田定次郎さんであったこともあり、両市町の間ではこうした歴史的な背景のもと、さまざまな交流が行われてきています。訪問初日となった21日土曜日には、町のシンボルでもある十勝岳を背景に前橋町と向山富代上富良野町長との対談が行われ、これまでの交流を今後も末永く継続し、さらに観光や産業、企業連携などに発展し、新たな交流ネットワークを構築していくことや、災害時に両市町で共通の情報を発信するなどの相互応援について熱心に話し合われました。対談の後は道庁保健福祉総合センター仮眠に場所を移し、行政関係者や町議会議員、また三重県人会などの支援団体代表者などを交え、友好会議が開催されました。会議ではこれまでの両市町の交流の軌跡や津市の紹介などが行われ、町全体で津市との友好関係をさらに盛り上げていこうという意思が伝わってきました。22日日曜日には北海道立上富良野高校の文化祭を訪れ、全校生徒及び保護者を前に、前橋町が公務員時代と民間企業時代に経験した自らの体験談をもとに講演会を行い、これから社会人となっていく高校生たちにメッセージを送りました。その後、田中常次郎さん一行が上富良野町に入植以来、開基100年を記念して建設された上富良野町開拓記念館を訪れ、開拓の歴史や草分神社に奉納された木札などの展示物を見学しました。またこの記念館は吉田定次郎さんの住宅を解体復元したもので、館内には当時吉田さんが使用していたカバンや自転車、また大噴火災害の写真なども展示されており、前橋町は一点一点足を止め、じっくりと見学していました。この日、前橋町は上富良野町の夏の風物詩で、十勝岳の安全祈願でもある第34回上富良野花と炎の色彩祭りに来賓として招待され、オープニングセレモニーでは津市の PR とこれまで以上の友好関係の発展についてスピーチしました。また同時開催された安どん祭りには津市長賞が設けられており、表彰式では前橋町自らが津市長賞の表彰と副賞を受賞団体に手渡しました。祭りの最後にはおよそ3000発の花火が上富良野町の大空に打ち上げられ、イベントが締めくくられました。最終日の23日には町立上富良野西小学校の歓迎セレモニーに招待され、児童代表者から小学校に咲くラベンダーで作られたラベンダースティックが贈られ、前橋町からは田中吉田漁師の功績が紹介された冊子を送りました。
最後に子どもたちから歓迎の意味を込めた歌のプレゼントがあり、3日間の訪問を終えました。